それでは今日は4月24日金曜日。4月24日金曜日。中学1年生の英語をやりたいと思います。まず最初にですね、単語の読みを前回やってなかったんで、ちょっとやってみようと思いますんで、この本を出して読みを確認してみてください。まず、当初の方からいきましょうか。当初。賛成の人はちょっと待っといてもらうか、飛ばしてもらってもいいんですが、当初の方はですね、P21 の単語になります。それここに一緒に書いていきますんで、三省堂の人も見といてもらおうかな。1番。ファン。ファンですね。これは左側の方から探してもらうと、16番のファンですね。野球ファンとかサッカーファンとかのファンですね。それから2番目。オレンジ。オレンジ。これも日本語になっていますので、11番のオレンジ。オレンジになる。3番。3番読めますか？イエロー。イエローですね。もうこれも日本語っぽくなっています。で、12番。黄色。黄色。それから、その次、ソー。SO だけですね。ソー。これは、左側の、4番。それで。4番。それで。その次は、from。from。何々からという意味ですね。何々から。何々出身の。1番。何々から。何々出身の。というふうになります。from。その次は、green。green。green も日本語になってますね。8番。緑の。緑の。その次、アメリカ。アメリカ。これは何番かな？ 13 番。アメリカ合衆国ですね。アメリカ合衆国。アメリカ合衆国。その次、ホワイト。ホワイトです。ホワイト。ホワイトは白。6番。白い、あるいは白ですね。その次、not。not。否定文で使う not。3番ですね。何々でない。何々でない。not。それから、その次、black。black。ブラックも日本語になっているような感じがしますので、10番。黒。黒い。ブラック。それから、ブラウン。
ブラウン。これは何番にあるかな？ブラウン。キューブ。茶色。それからレッド。次はレッド。5番アップ5番の赤い。それからニューヨーク。ニューヨーク。でもこのままですね。14番ニューヨーク。ニューヨーク。その次の、こう見えるかな？の、の、これはいいえ違います。2番、いいえ違います。はい、最後ブルー、これは7番の青い。というのが単語になります。もう一回必ず読めるようにしてください。読めないと書けませんから、読めるように。もう一回よく見てみてください。で今度は、三省堂の方行ってみましょうか。三省堂の方ですね。三省堂の方は、単語ではなくて文章になります。で、11ページ。読みと意味を言いますので、確認をしておいてください。はい。で、当初の人ですね、ニューホライズンの人も、先生がここに書きますんで、一緒に自分で見て、読めて、意味がわかるように。してみてください。三省堂の P11。これが単語テストの、範囲になりますので、見てみましょうか。1番。I am Ken. I am Ken.人の名前なんで、大文字。Ken。私は Ken です。I am Ken。2番。Hello。Hello。I am 田中久美。I am 田中久美。これも大文字の方がいいですね。こうですね。人の名前なんで、大文字で始まっています。Hello, I am 田中久美。こんにちは、私は田中久美です。ですね。3番。Nice to meet you.エマという Nice to meet you too これが入ってますのでこちらこそはじめましてエマという感じでいいかと思いますではじめましてエマ4番You are from the USA. 4番 You are from You are The USA USA You are from The USA
You are from the USA. あなたはアメリカ合衆国出身です。あなたはアメリカ合衆国出身です。5番。Are you Paul? Paul、人の名前なんで、Paul、人の名前。Are you Paul? あなたはポールですか。あなたはポールですか。6番。Pardon.Mr. Oka. で、最後、クエスチョンマークがついていますので、これ気をつけてください。6番、Pardon, Mr. Oka.、これは、すみませんが、もう一度、言ってください。こういう訳になりますね。パードン、すいませんだけでもいいんですが、相手が何言ったかわからないときに、パードン、ミスター・オカ。オカ先生、すいませんが、もう一度言ってください。何を言ってたか聞き取れませんでしたというときですね。パードン。で、ここ人の名前をつけます。それから7番。Are you from Japan? Are you from Japan? あなたは日本出身ですか？あなたは日本出身ですか？8番。Yes, I am. Yes.I am. これに対する答えですね。Yes, I am. はい、そうです。はい、そうです。9番。I am from Tokyo. I am from Tokyo. 私は東京出身です。I am from Tokyo. 私は東京出身です。10番。You are from Australia, right? ちょっともうちょっとこっちに行きます。10番。You are fromオーストラリア。で、ここにカンマが入って、right。で、クエスチョンマークと。普通の文章なんですが、最後に right という言葉がついて、クエスチョンマークがついています。You are from Australia, right?これは、ね、このライトは、ね、あるいは、ですよね、というふうに訳せますんで、あなたはオーストラリア出身ですよね、というふうになります。こんな感じですね。必ず読めるようにしておいてください。これが単語テストの範囲になりますので、はい、もう一回よく見ておいてください。はい、それではこれを消して、今日の勉強へ行きますので、はい、今日はテキストの34ページ。
テキストの34ページ。新しいところをですね、だん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 難しくなっていきますので、一回一回でよく覚えていってくださいね。間違えてもいいんで、とにかく書いて覚える。書いて覚える。P34。はい。それでは見てみましょうか。ここで勉強するのは、He is 何々。それから、She is 何々という文章になります。もう一回言いますね。これ He と言います。He。He。これはもう出てきたかと思います。で、Is。これは She is という英語になります。で、これ意味は何かというと、彼は何々です。という意味。He is 何々。彼は何々です。今度は She is 何々。She は女の人を表しますので、彼女は何々です。というふうに訳します。He is, she is と言います。それから、今度は、この he is, she is ともですね、短縮形というのがあるので、短くしたやつですね。短縮形。はい、見ていってみましょう。he is の短縮形は、he is は、He, John, S. これは He's, He's. それから She is, She is は She's というふうになります。ですかね。こんな感じかな。はい、で、この He と She は両方とも、he, she 文の最初は大文字で書きますので he, she こっち大文字なんですが、これ説明 he, she は前に出た、前に一度出た人の人の名前などの代わりをするもの、代名詞と言います。代名詞、名詞の代わりというのですね。名詞の代わりをするものですよ。例えば、こちらはミスターホワイトです。ホワイトさんです。一回人の名前が出ました。次からはミスターホワイトと言わずに he を使います。二回目から、he, she を使います。ということですね。はい。それでは34ページの一番上、24番。これを見てみましょうか。24番の問題を見てみてください。24番。This is Mr. Sato. This is Mr. Sato. はい、これ今までに習った英語ですね。こちらは佐藤先生です。あるいは佐藤さんです。男の人っていうんですね。佐藤さんです。で、今日勉強するのは、佐藤さんの話をするので、ここ。He is a doctor. というふうになります。彼は
医者です。彼は医者ですというふうになります。これですね、これは、ミスター佐藤のことを言っていますよというふうになります。はい、でこれは今回関係ないですが、前回からずっと出てますが、医者は数えられるのでアーをつけましょうですね。数えられるものの前にはアーをつけましょう。 OK ですね。次25番、25番、 This is Meg。 大文字なんで人の名前ということですね。 Meg、 これはこちらは Meg です。 She is my friend。彼女は私の友達です。というのがあります。これ C は女の人を表しているんで、Meg のことになりますよ。She is Meg。彼女は私の友達です。ですか？で、この She is ですね。これは、さっきも言いましたように、She is。書いて OK です。それから He is、 ここもですね、さっきちょっと書きませんでしたが He is にしても OK と、どっちでも OK ですよ。はい、それでは34ページの確認問題 A の 1,2 をやってみてください。ちょっと止めてですね、やってみてください。はい、それでは、34ページの確認問題 A の答え合わせをしていきますので、 P34、確認問題 A、 1番、次の英文を日本文に直しなさい。 This is meetsカト、She is a teacher。 She is a teacher。 え、こういう英文ですね。これ水何々さん、女性のことを表します。水佐藤、こちらは水加藤、加藤さんです。で、 She is、 彼女はということですから、加藤さんはですね、A teacher、 teacher もいいかな、先生、数えられるんで A がついていますというふうになります。でもう一回日本語言いますね。This is Miss Kato。 こちらは加藤さんです。あるいは加藤先生です。She is a teacher。 彼女は先生です。というふうになります。2番。She is from Tokyo。 She is from Tokyo。 はい、ここは短縮形で書いてありますが、彼女は東京出身です。いうのです。彼女は東京出身です。3番、 This is 一郎。This is Ichiro. He is my friend. He is my friend.
もうこちらは一郎です。He is my friend. 彼は私の友達です。というふうになります。で、もちろんここの絵は書いてありませんでしたが、これは He's でも OK というふうになります。4番。4番は He's a soccer fan. He's a soccer fan. 彼はサッカーのファンですというふうになります。彼はサッカーのファンですというふうになります。いいですか？合ってましたか？あっとったら丸を押してください。でまた今度、塾に来た時大きい丸しますので、合っているところは丸、間違えたところは直しておいてください。はい、さあ次、2番ですね。次の括弧に、he, she, it のいずれか適する語を書きなさいということなんですが、ちょっとこれ見ていきましょうね。He か She か It のどれかと書いてあるんですが、さっきやりましたよね。 He は男の人、 She は女の人、It は物ですね。あるいは男の人か女の人かわからないものでもまあ構わないんですが、物を表すときは It で表します。はい、それでは見てみましょうか。1番。This is my father. This is my Father. Kak is a math teacher. はい、こういう文章ですね。This is my father. これも OK ですかね。これは、あるいはこちらは私のお父さんです。Is a math teacher.マスは数学なんで、数学の先生です。誰かというと、my father のことなんで、男の人なんで、ここは he になります。男の人なんで he が来ます。2番。This is Miss Green. This is Miss Green. He's from America. Bolson is from America. という。で、日本語に訳してみると、こちらはグリーンさんです。こちらはグリーンさんです。Is from アメリカ出身です。誰がアメリカ出身なのかというと、Miss Green なんで、Miss とついてますから、女の人なんで、She というふうになります。その次、3番。This is notMy bag. This is not my bag. Is your bag? これも、いつの授業かで出たと思いますが、My は私の、それから、You are は
たのですね、という意味になります。でこれ見ていくと This is not my bag、 これは私のカバンですはありません。もう一度、これは私のカバンではありません、あなたのカバンです。何があなたのカバンかというと、これですね、この話をしていますので、あるいはこの話をしていますので、これは私のカバンではありません。これ男でも女でもなくて物になりますので、ここは it が入ります、いうんです。もう人ではない場合ですね、it が入ります。で it is your bag というふうになります。次行ってみましょうか。4番 That is my mother、 That is my mother is a doctor。はい、That is my mother。 これ mother ですね、お母さんのことですね、あれは私のお母さんです。で、お母さんの話をしていますんで、ここに入るのは女の人なんで She ということになります。 She is a doctor。 5番、This is my brother. This is my brother. ちょっと下に書きますね。He is a good tennis player.こちらは私のブラザーですから、兄でもいいですし弟でもいいです。あ、男の兄弟というんですね、ブラザーかな。ブラザー、 This is my brother。 男の人の話をしていますので、ここは he になります。で、A good tennis player。 この通りで、良いテニスの選手というふうに、彼は良いテニスの選手ですというふうになります、いうことですね。はい、これが今日の勉強する場所になるんですが、もう一回見ていきましょうね。He is、 かっこ、 He is、 あるいは She is、 She is 何々何々というふうになります。はい、彼は何々です。彼女は何々です。もう一個出てきたんで書いておこうかな。 It is、 これも、短縮があって、It's 何々、それは何々ですというふうになりますということです。え、それでは宿題を言っておきますので、プリントの、5番6番
それからもう一個、もう一個あると思いますので、できると思いますので、やってみてください。ちょっと書いておきますね。プリントの、5番、6番、それから、He is の1番と2番ですね。He is の1番と2番をやってみてください。この中にですね、否定文、それから疑問文がありますが、これは、飛ばしてもらっていいです。これまだこの次の時に説明してますので、疑問文にしなさい、否定文にしなさいという問題だったら、それは飛ばしておいていいです。5番、6番はできますので、プリントの5、6をやっておいてください。それから、テキストの37ページ。テキストの37ページの1番と2番。これをやっておいてください。次回ここの答え合わせと、それからプリントのですね、答え合わせをしたいと思いますので、プリントの答え合わせは先生がします。これとこれをやっておいてください。で、今日はここまでにしておきます。いい